皆さんこんにちは、髪だけモーターズのサラです。ヒロです。はい、このオレンジ色髪だけカラーですよ。この格好で何するかと言いますと、こちらのダイハツタルト特別使用車乗ってひまわり畑に行ってみたいと思います。あのダフトの1年比計測をして、うん、そして車種紹介で映える PV を撮って、これミッション達成しないともう帰りません。今日はね、それでは行ってきましょう。レッツゴー、ゴー。すごいこう両方田んぼやけど、ダフトとすっごい、うん、もうすごい合ってる、もう最高やで。映えに植える若者たちはもうぜひこのダフト乗って、そうですね、できる写真をインスタに上げてください。これレンタカーに入ってきましたからね、うん、楽しみにしておいてくださいね。ここか。おこれは門番がいる、門番が。グランドやな。それはまさか。わあ、持ってきた。これタフトでも。あれ。サイズいろいろある。ここでこう。ひまわり畑急にむっちゃ広がったら、もうリアクション取る準備しとかんと。まだやったわ。ひまわり畑どこ？前の種持って帰ろうよ。持って帰ろう。すごい。あ、すごいよ。ちゃう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 。なんやろ、ちょっと待って、変わってくれる？ここもらって、うん、あ、そういうの。むっちゃー用務員のおばちゃんや。この中に何回もひまわり取りに行くのしんどいって、ひよってるやついる？ひよってます。もうひよってます。もういいっす。もういい、もういい。加速に関しては、うん、なんかあの思ったより、うん、うんっていう印象があるんで、うん、ここめっちゃ便利やな。これね、めちゃくちゃ便利ですね。便利。いろんなもの置ける。置くだけ充電っていう、あの目標をつけてもらったら、ここに携帯ポーンと置いたら充電するでしょ。ここじゃなくて、ここに USB とここに充電のチャージャーついてるんで、確かに。ここ着でそのまま持って置けるんで、めっちゃいい。まあ、ワークスルーちょっとできないのはあれですけど、うん、確かに。今回特別使用車ということで、結構室内が黒い印象がありますね。まあ、かっこいいスタイリッシュな雰囲気によりなってるのと、メーターのところもメカニック感というか機械感がある。男性が好きそうなコックピット感やばい、うん、なんかハスラーとマヨマヒト多いと思うけど、見た目は正直ハスラーの方が可愛らしい。丸目で。確かにこいつはちょっとかっこいい。でも天井のこの開け閉めできるっていうところが、そうですね、ここが本当にね、うん、こう私たちは開けたら、うわー、旅行するんやったら、この景色いいとこはまさに本当に青空タフトですね。うん、橋の下を通ります。橋の下見上げます。いや、これ子供喜ぶ。パパ後ろ見えてる。すごい。お味の方が、お肉がめちゃめちゃ柔らかいです。肉の旨味がじゅわー。
ほねほね。おいしい。ほね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 。草原のど真ん中から生まれました。丹波雄之介と申します。帰ってきました。いや本当に長かったですね。長かった。今時間6時です。しっかりひまわりも頑張って撮影しまして、3時間ほど日に当てられて。ひまわりすごい、ひまわり綺麗なんですよ。なのでこう美しい映像を撮ってね、一瞬でしたね。頑張りました。帰ってきて、先ほどガソリン満タンにしまして、はい、燃費の方もね、ちょっと発表していきたいと思います。はい、ジャガ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 18.735891.6 でございます。めっちゃいいけど、ほんまかなっていう。一応ね、マンタンをあのちゃんと計算ちゃんとやった上でなんですけど、メーター燃費が 13.1 なんですよ。なので、まあ、もしでも計算間違いのしようがないから、しょうがない、なんかめちゃくちゃ誤差があるので謎です、うん、ガソリン代はあのちょっとリッター今高いんですけど、まあ、2700円ほどで、うん、そうですね、行くことができました。楽しかった、楽しかったです。今日乗ったタフトはもうこの電車がそのままネコレンタカーで借りることができますんで、これが、うん、はい、ナビも ETC もバックカメラもついてますんで、ぜひぜひ下ろしたての新車なんで借りてみたいなとか、ちょっと欲しい考えてるけどどうかなっていう方は一度試しに借りてみてください。そして購入検討の場合は新車 1.99% で、うん、こちら特別試用車、中央車も選べますんで、ぜひ神竹モータースに相談してください。ではチャンネル登録といいならグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。草の時点からおかしかったんです。何がですか？二度寝絶対しない主義なんですけど、はい、5時に起きてふっと目が覚めたら5時26分、はい、ああこれは間に合わない。そこからですよ、諏訪田さんに、あ、ごめん寝坊しちゃってごめん遅れるって言ったら返事来なくて、怒ってるこれってなってから、もう急いで着替えて急いで髪巻いて、中途半端なこと取れてるような状態で、あれ今日の服装ちょっと似合ってなくないって思ってたんですけど、でもな、諏訪田さんにシャツで行くって言ったしなって思ってて、こう鏡であんまチェックするまでもなく、で、着いてサムネ撮ろうと思ってこう自分をカメラ越しに見たんですよね。おかしいな、やだな、やだな、怖いな、怖いなって思ったら、こう、あんま似合ってないんですよこれは身を粉にして撮影班に徹するべきだなと、養生テープ腕に任せていただいて、可愛いジブリから出てきたような諏訪田さんも今日は撮らせていただいた結果でございます。寝坊ダメでいきたいと思います。顔見たけりゃ顔見とけ。